とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もデイリークエストをやっていきます。ここはね、エメラルドが出まくるところなんで、デスバーターをつけてると、もう最高だよね。ほぼほぼ死なない構成になったと思うんだけども、どうでしょう。まあ、とりあえず、行きましょう。あ、違う。あんまり出ない。あんまり出ないんだ。なんだったっけこの、HP が4になるまで回復するっていうのは。ここじゃなかったっけ。あ、違うっぽいな。なんかエメラルドめちゃくちゃ出るところって、半端じゃないぐらい出るもんね。まあ、違うんだけども、まあ、行ってみましょう。クリアを目指すぞ。キャプテンいた。あ、脅威ね。今回はちょっとどんなエンチャントがついてくるんだろうかね、気になるところ。お、いた。なんでしょうか。あ、脅威か。まだ脅威だった。あれ、キャプテンいないな。最後の方にいるのかな。キャプテンがね、全くいない。もう中間地点全然過ぎてんだけどね。いないな。あー、危ない。おっしゃー、抜けた。デスバーターもついたね。あー、いなかったわ。いなかった。でもまあ脅威が2だからアイテムはもらえるよね。報酬は。報酬はもらえるから、まあまあまあいいか。こんなこと、あんまないんだけどね。ここは結構、キャプテンが出やすい場所かなと思ってたんだけど、そうでもなかった?結構ね、毎回ここはね、6体しっかり出てきてくれるんだけどな。はい、終わり。魂のハンタークロスボウか。まあ、とりあえず、ここも、全体的に見渡してからクリアします。さあ、報酬はなんだ。どうだ。まあ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 、次だよ次。一応脅威2だからね。カートレスいらない。次はカボチャ草原。自分の HP が 100% 増加してるんで、まあ、ここもやりやすいでしょう。で、さらに俺のね、このツタのアーマー、超自慢の装備なんだけども、これだと敵が寄ってこないので、さらにクリアは簡単になるでしょう。行くぞ!あ、キャプテン発見!いたいた。変なの来るなよ!あー、まず脅威。はい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 。中間地点過ぎたんだけど、まだ1体しか、いないね。なんか横道に入るとこもここなくって。この先になんか洞窟があったりするっけ?わー、今回ちょっとやばいかも。お、いる!どこ?あ、あー、いた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 。オッケーオッケーオッケー。ツタで絡めて、倒す。おー、脅威か。で、この洞窟の中に、いっぱいいるってこと?いた!いや、でも1体だけか。あ、1体だけでもいいよ。とりあえずは。さあ、なんでしょうか?ちょっと待って。倒せ。なんでしょうか?プレイヤーのダメージ 60% 減少。最悪。もう、一番ダメなやつが来た。これはきついな。でもまあ、もうちょっとで確かクリアだからね。頑張ってみるか。うわ、いなかった。いなかったわ。そうか。まあまあ、でも、3体倒したから、少しはマシなやつが出るでしょ。258とか。それぐらいのやつは多分、出ると思うんで。とりあえずクリアしましょう。
変なエンチャントがなければ全然クリアできると思うんで大丈夫だね。もともとからここは変更点で雷がついてたんで、やけどとかね、帯電とかの敵が少なくってやりやすかったよ。うん、すごいやりやすかった。この次で終わりかな。じゃあ来い。よし、まあさすがにね、自分の攻撃力が 60% 落ちてるから時間かかるわ。よし、しゃしゃ、さあそれではクリアですね。ちょっといなかったっていうのが残念だけども、いいか。クリアをするときには幸運装備をつけてと。はい、それでは報酬を見てみましょう。どうだ。まあ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 、255だね。次次次、防具ホークブランドか。まあまあ257のホークブランド悪くないんじゃない。回復がついてないんだよな。そうね。まあ、重力、衝撃波、虚無で、まあまあ、強いね。まあ、ウィザーか雲の防具を装備していけば、大丈夫かな。まあ、そこそこ使えるんじゃないですかね。はい。まあ、とりあえず、今日はこんな感じでございました。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。